テレ東ビズ。内閣府が16日に発表した2022年12月の機械受注統計によりますと、民間設備投資の指標となる船舶電力を除く民需の受注額が前の月と比べ 1.6% 増えた8519億円と2ヶ月ぶりのプラスとなりました。製造業は 2.1% 増えた3941億円となりました。原子力関連の受注があった非鉄金属や半導体製造装置が増えた電気機械が全体を押し上げました。非製造業は 2.5% 減った4581億円で、前の月の大型受注の反動が出ました。基調判断は前の月の足踏みが見られるに据え置きました。